こんにちは、速稼塾の方です。YouTube もそうなんですけども、いわゆるね、クリエイターの仕事ってオンとオフってないと思うんですよ。で、昔の工場勤務とか、まあ農業の人は違うかな、工場勤務だともしかしたらオンオフあったかもしれないですね。夕方5時に終わったら作業がしたくてもできないと、家に帰るしかないからお酒飲んで、ああよかったみたいな感じでね、そして翌日また9時ぐらいから業務が始まるみたいな、オンオフがはっきりしていた時代と業種はあったと思うんですけども、でも例えばね、今、営業の仕事にしても企画の仕事にしても経営の仕事にしても、じゃあ勤務時間が終わったから、その仕事のこと一切考えなくていいのかなって言ったら、やっぱ考えると思うんですよ。例えば美味しい食事に行った時でも、あ、これヒントになるな、仕事に生かそうと思えば、それじゃあ仕事の一部になってるやんみたいな感じだと思いますし、旅行に行っていい体験して、それがリフレッシュになって新しいね、休日明けの仕事に臨めるとしたら、休日も仕事で使ってると言えなくもないんですよ。だからね、なんか気づいてないけども、人間ってのは生まれて死ぬまでずっとオンなんだろうなと思うんですよ。オフの瞬間ってなくって、でそれを無理やりオンとオフに切ろうとしてるってことは、やってる仕事が別に好きじゃないんじゃないかなと思うんですよ。無理やり生活費のためにむちゃくちゃやってるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。まあそうじゃないっていう意見もあると思いますけども、まあでもね、例えば絵を描く人とか文章を描く人って、勤務時間外は絵を描く頻度、字を描く頻度にライフスタイルが全くなってないかっていうと、なってるんじゃないかと思うんですよ。それこそ休日と言われる日に家族と過ごす、子供たちと過ごす、知らない人となんかね体験をする、漫画を読む、映画を読む、全部が自分のその創作物のヒントになってると考えたら、ね、やっぱ24時間360日死ぬまでずっと仕事してるのもんだと思うんですよ。だからもはやね、なんかその仕事とか、なんかそういう概念を持ってる以上は、なんかすごくつまらないんじゃないかなと思うんですよ。早く自分の仕事を逃れたいとかね、自分の作業をやめたいとかって思っていれば、それは成果が出るのが非常に厳しくなるんじゃないかなと思っちゃいますよね。ですんで、なんかね、こう私も FX を最初にやるときって苦痛ではあったんですよ。ただやっぱりね、なんか憧れでもあったんですよね。この山越えていきたいなって。だからそう、山登りみたいなもんで、頂上を目指そうと思ったら、それは道中いろんなことありますよ。毒蛇にも合うし、転んで怪我もするし、喉も渇くしね、そんな山登って何になるんだよってバカにされるし、でもやっぱり頂上に登ってみたいなっていう思いがあるから、嫌なことも、そのための段取りに変えられると思うんですよね。じゃあ FX やっててね、苦痛ばっかりが続くかって言ったらそうじゃなくて、これを攻略して苦痛が苦痛じゃなくなった時ってどんな世界が開けてるのかなとかね、そして自分が身につけた方法をまだ身につけてなくって右往左往してる人のね手伝いができると思ったら、なんかワクワクするんですよね。だからそのビジネスって誰かの困ったを解決することなんで、おせっかいにもね、誰かの悩みを解決したいなと思ってる限りは苦痛でもなんでもないんじゃないかなと思うんですよ。でむしろ逆でですね、誰かの困ったを解決しようなんて全然思ってない人は、経験とかスキルを積むことってなんか無駄でしかないっていうふうに思えてね、で早く現場を離れたくなっちゃうのかなと思うんですけどね。まあ捉え方は様々なんですけども、私もこうやって YouTube の動画撮ってるじゃないですか。でいろんなこうトークが出てきますよね。これっていうのは自分のリラックスした時間に映画を見たりね、漫画を読んだりしてるから出てくるところもあるんですよ、ね、なんかその諦めたらそこで試合終了だよなんて言葉は職場でも使われてると思いますけども、あれ全然漫画のセリフでしょ。じゃあオフで得たものをオンで使ってるって言ったら、じゃあ全部オンじゃないかみたいなね、そんな成り立つわけです、そういうロジックも、だからそのわざわざオンとオフっていう風にしなくてもいいし、だとお正月ね過ごしたければ過ごしてもいいんですけども、結局正月を過ごしたことが何か仕事の役に立ってると思うんで、そんな罪の意識持たなくてもいいしね、それはリラックス十分すればいいんじゃないですかね。ビジネスをすることが癒しになる人いるんですよ。 YouTube をやることが、 YouTube で疲れたなと思ったら YouTube の疲れ癒そうと思ったら YouTube やるかみたいなねこれはご飯をおかずにご飯食べるみたいな感じですけどね。でそういう人っているんじゃないですかね。どうなんですかね。で最後にね、ちょっと面白い例というかね、妙な例をちょっとお話しますけども、あるね男性が女性関係に疲れたらしいんですよ。だから新しい女性に会って癒されたらしいんですよ。どういうことなんですかねこれはねだから仕事もそんな感じじゃないですかね。仕事で疲れても結局は仕事で癒されたり、
お客さんとの関わりで嫌になっても結局お客さんに救われたりとかね、人に出会い人に出会って人に出会い人に出会って、なんかそういう歌ありましたよね、金八先生の。人に傷ついて人に癒されるって、そんなセリフなかったですかね。なんかちょっと忘れましたけども、いやまさにそうなんじゃないですかね。結局はビジネスの疲れはビジネスで癒されるし、生活の疲れは生活で癒されるし、人生の疲れは人生に癒されるみたいなね、ことでちょっと今回は収めてください。いってらっしゃい。